Hola muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. 皆さん、いよいよ、久保建英選手の2020-21シーズンの新天地が決まりました。最有力、ラレアル。100周年の目玉、オサスナ。そして、アンダルシアの強豪とか、ちょっとこの前、金テンションが高くなった。我がクラブグラナダなんかを抑えて、なんとイエローサブマリン、ビジャレアル。これはね、ヨーロッパリーグにも出場する強豪ビジャレアルということで、もう一回拍手ですね。このビジャレアルなんですが、このチームならね、あのラリーガファンなら、まあラリーガファンではなくてもちょっとサッカーを知っている方なら喜ばしい、久保選手にとってはあのね、喜ばしいチームの一つではないかと思うので、素直にこのね拍手を送りたいと思います。あの活躍早くも楽しみですね。あのこのチャンネルはスペイン全般に関するものなので、あのあまりサッカーに興味のない方いらっしゃるかと思いますので、簡単に補足させていただきますと、このなんでみんなこの久保建英選手に注目しているかというと、あの今今年19歳になったばっかりなんですけど、この19歳であの今までの史上最高額、市場価値が日本人選手史上最高額を記録していると言われるほど世界的にも、注目されている選手だからなんです。そして実は私2020年今年の1月にあのビジャレアルクラブハウス訪問してきまして、シューダデポルティーバとか、あとはクラブハウスもちろんそうなんですけど、本拠地のエスタディオデラセラミカも行ってきました。で、中見学して話も聞いてきました。ちょっとねこの辺にも写真載せておきますけど、なのでね少し他のクラブよりも思い入れがある、個人的に思い入れがあるクラブなんですね。まあこの帽子とかこのシャツを持ってる時点でもうお前何なんだよ、サポーターじゃねえかって思うかもしれないんですけど、まあそれ置いといて、このね黄色のチームに思い入れがあります。なので、ちょっとこのクラブについて説明、簡単にあのサッカーわからない方もいらっしゃると思うので、簡単に説明すると同時に、このね新型コロナウイルスが落ち着いた後に実際にサッカーの試合、久保選手を見に行きたいと思う方いらっしゃるかと思います。またオフィシャルウェブでユニフォーム、まあ、まだこれは古い新シーズンじゃないですけど、今シーズンのユニフォームですけど、ユニフォーム買いたいという方もいらっしゃると思います。久保選手の名前が決まったらもうすぐポチりたいっていう方いらっしゃると思いますので、そういう方に、ね、向けてユニフォームの買い方なんかをあの公式ウェブページの見方を教えたりしたいと思うので、ぜひ最後までよろしくお願いします。早速あの興奮が収まりませんが、ビジャレアルについて紹介したいと思います。まずビジャレアル、ビジャレアルクルーブでフットボール、この本拠地がある町というのはスペインの首都マドリードから直線距離で約300キロ、第2の都市バルセロナ、ご存知ですね。このバルセロナからは同じく直線距離にすると約120キロあります。表示されている通りですね。で、一番近くにある大都市といえばこちらもご存知の方多いと思います、バレンシア。バレンシアは直線距離でおよそ60キロ南に、まあ、南西ぐらいですかにありますね。で、属する州はその通りでバレンシア、出ていましたね先ほど、バレンシア州となります。町の名前は正確にはバレンシア語でビラレアル、スペイン語読みだとあのビジャレアルってつながるので R が2つでビジャレアルで、サッカーチームのビジャレアルクルーブでフットボール、ここもスペイン語読みのビジャレアルから来ています。なのでこの動画でも分かりやすく、町の名前は正式名称のビラレアル、そしてサッカーチームクラブの名前はビジャレアルと分けて表現したいと思いますので、そこご注意ください。このビラレアルという町、人口はおよそ5万人というすごく小さな町です。そしてカステジョン県の県都、県の県庁所在地みたいな感じですね、県都カステジョン・デ・ラ・プラナ、これと合わせてこのエリア、あの工業都市として有名で、スペインをはじめ世界で
あることで有名なんです。というのも世界有数のセラミックメーカーパメサセラミカ、まあパメサグループなんて言ったりもしますね。この会社がありまして、セラミックと言われてピンとこない方いらっしゃるかと思いますが、いわゆるタイルと言ったらピンとくる方いらっしゃいますかね。タイルのことをセラミックと言います。このメーカーなのでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、ビジャレアルの本拠地はエスタディオデラセラミカ、そのセラミカなんです。セラミックなんですね。でパメサというのは、ここにほらパメサセラミカってありますね。パメサセラミカはメインスポンサーというのも、まあ、会長がパメサの代表になります。ちなみに私このパメサセラミカも訪問して説明受けてきました。まあ、あのセラミック、あのタイル特に専門ではないんですけれども、この分野に詳しい方このロゴ見たことあると思います。こちらにも出しておきますね。なぜスタジアムの、名前が会長の会社の名前パメサではなくエスタディドゥラデラセラミカ、セラミックのこと、セラミックの名前がなぜついているかというと、これはねシンプルかつ会長のこの会社の懐の深い理由によるもので、なんとこれ簡単だけど難しい、セラミック産業、セラミック企業が合わせて一つとなり業界を盛り上げていこう、こういった意図によるものなんです。これね、なのでね、背景、この私の今の画像の背景見てもらえばわかると思うんですけど、パメサと入っていて、他にもね入ってますよね、会社のロゴ、名前が。これシンプルですけど、あのシンプルっていうのは理念はシンプルですけど、実際には難しいことだと思うんですね。というのも想像してみてください。これよくあのビジャレアルクラブでフットボールの人説明するときに、私も実際受けた説明なんですけど、トヨタとか日産とかマツダとか三菱とか、日本にはいっぱい自動車メーカー、国産の自動車メーカーあります。そのチームじゃない、そのメーカーが、じゃあ例えば本拠地、じゃあトヨタだと名古屋、例えばいいですか、名古屋グランパスがスタジアムを持つときに、じゃあトヨタスタジアムって実際言うじゃないですか。それを自動車スタジアムと名乗ることができますかっていう話なんです。できないですよね、普通は。それぐらいありえないことをこのパメサという会社はやって実際に実現しようとしているわけなんです。まあ実際もうここにはあのセラミカっていう名前がついていて、それに協賛する企業の名前が入っているっていう形になります。すごいですよね。でこの懐の深さ、会長の懐の深さっていうのがクラブへの理念にもあの色濃く出ているのではないかと分析できます。それがね、今これから簡単に紹介するビジャレアルのチームの理念にも深く関わっていると私は思います。色つながりで言えば、色濃くと言いましたけど、色つながりで言えばこのチームカラーイエローですね。で最初にもちょっとちらっと言いましたけど、あだ名、このクラブのニックネームはイエローサブマリン、スブマリンのアマリージョ、黄色い潜水艦と呼ばれています。これ上下、私下持ってないですけど、これ上下ユニフォーム黄色で、持ってる帽子も黄色です、はい、この帽子欲しい方いますか。これ外で被れないですよね、はい、あごめんなさい、これバカにしてるわけじゃないですけどね、うん、でクラブの成績というのももちろん素晴らしく、今年 2019-20 シーズンは5位で終えています。5位でラリーが終えていて、21-21シーズン、来シーズン間もなく9月から、まあ、プレシーズンはもう間もなく始まって9月から新シーズン始まりますけども、こちらでは EL ヨーロッパリーグの出場権も得ています。で基本的にはね、毎年10位以内を狙うチームという位置づけではいいんですけど、実際にはまあ5位ぐらい、5位、6位とかそのあたり確実に狙えるチームで、下手したらこれは来年チャンピオンズリーグも目指せるんじゃないかっていうようなチームになってますね。でこのビジャレアルというクラブなんですが、最も象徴される部門といえば、やっぱり育成部門なんです。それをね、象徴する通り、トップチーム全メンバーのおよそ半数がカンテラ出身という、これはもうレアルマドリードとかバルセロナとか、そういったビッグクラブではありえないような割合で、あのカンテラ出身の選手がチームを占めているということになります。カンテラ以外にも地域と連携がすごく、まあ、人口5万人って言ったんで、すごく少ない、人口が少ない町じゃないですか。
まあ、ちなみになんですけど、エスタディオ・デ・ラ・セラミカの収容人数はおよそ2万5000ということで、人口5万人のうち半数が、一応理論上半数が、あのエスタディオ・デ・ラ・セラミカに入ることができます。まあ、実際には入れないんですけど、そういう計算です。これもすごい、ありえないですよね。人口の半分が入れるスタジアム作っちゃってるってことなんですよ。でもそれが、その強いチームであったり、そのチームの育成とか、そういうのに現れて、実際に、スタジアムの大きいスタジアムを持てるっていうことにつながってるんですね。で、地域と連携してるって言いました。地域のクラブとも連携しているので、カンティラ以外にも地域のクラブであったり、あと学校とか、その地域そのものと連携して子どもたちをそのものを人間としてサッカー選手としてだけではなく人間として育成するという理念のもと、地域密着のクラブというのをこれはもうぶれずにそういう理念のもとぶれずに地域密着のクラブというのを走り続けているという感じですね。でこの子どもたちには規律と犠牲の精神を忘れずに努力するということを最も大事な価値観として捉えて、一サッカー選手としてだけではなく、先ほども申し上げましたが、人間として一人の人間として成長させる、一緒に地域と連携して成長させるという方式をとっています。これもね、ビッグクラブとは違って、小さい町だからこそ、人口5万人の小さい町だからこそできる完全に地域密着の型のクラブと言えますよね。でもそれでここまで強い、今年なんて5位で終わってるんで、強ければもう本当にこれは日本のサッカークラブも、世界のね、日本だけじゃなくて世界のサッカーチームクラブが見本とすべきクラブだと思います。本当に素晴らしい理念ですよね。でそして育成部門だけではなく、トップチームとして活躍した選手ももちろん多くいますよね。歴代有名選手としては、皆さんユーロ2008優勝メンバーのマルコス・セナ、今シーズンを最後にチームを去ったサンティ・カソッラ、そしてあとはジョアン・カプデビダーですね、はい、あとは2004年から2007年まで所属した選手だとディエゴ・フォルランとか、あとアルゼンチン代表のリケルメ、ホアン・ロマン・リケルメなんかも記憶にある方いらっしゃると思います。でもやっぱりカソルダとか、今季で引退決定した、今季限りで引退したブルーノ・ソリアーノとかね、そういったカンテラからの選手が象徴的で思い出されますよね。結局このチームのシンボルについて話すと、カンテラともつながる、でもやっぱりそのトップチームとカンテラのこのつながりが強いっていうのがこのチームの象徴シンボルでもあるので、まあ仕方ないことですけど、本当にこのチームに話すとカンテラの話になっちゃいます。思い出話はこの辺にして本題に戻りたいと思いますが、ここからは試合を見るにはどうしたらいいかということで簡単に紹介していきたいと思います。日本から見たければもうダゾーンさんを契約してダゾーンで見ていただければと思いますね。でこのコロナが落ち着いたらワンチャンあれば、実際に生で久保建英選手の試合見に行きたいという方ももしかしたらいるかもしれません。現実的にできるかどうかは別として、そういうのチャンスがあれば行きたいなという方はもちろんいらっしゃるかと思います。そういった方、動画の最初の方に紹介した町の方のビラレアル、こちらはバレンシアからのアクセスが非常に容易です。バレンシアからはバレンシアノルド駅から近郊線でおよそ1時間程度のところにあるビラレアル駅からが最寄り駅になります。実際に宿泊するなら、このビラレアルよりも隣町のカステジョン・デ・ラ・プラナの方が大きい町なので、そちらの方にホテル取った方がいいかもしれません。ちなみに私は、ビラレアルで、泊まらないでカステジョン・デ・ラ・プラナで泊まりましたね。四つ星だったんですけど、広い部屋だし地方都市なので、価格もバルセロナとかマドリードに比べたら四つ星なんですけど、めちゃくちゃ高いクオリティで快適でした。でバレンシアにどう行くかというと、マドリードやバルセロナからはアベ、アルタベロシダ・エスパニョーラ、これはスペイン版の新幹線みたいなやつなんですけど、それで行くこともできます。まあ切符の買い方なんかは今度別動画で紹介したいと思うので、今回は割愛させていただきます。また他にもね、バレンシアには国際空港がありますので、ヨーロッパ経由もしくはカタール航空なんかだと日本からカタールのドーハでバレンシアっていう行き方もできますけど、これについては今現在ね、新型コロナウイルスの影響で運休していたりするので、こちらについてはご自身でご確認ください。
それでは次にユニフォームの買い方、チケットの買い方なんかをウェブでどう買うのか見てみたい、いきたいと思うんですが、チケットに関しては確認したところ、やっぱり今販売していないので、ちょっとこれはまた後日販売再開されたらどういった買い方ができるのか紹介できたらと思います。それではユニフォームの方、実際に画面こちらに出しますので見ながら、紹介していきたいと思います。この動画収録している現時点では英語とスペイン語のページしかないので、日本語はないので、日本語しかわからない方はちょっとやっぱり混乱されるのではないかなと、は混乱というかわからないので、合わせて紹介できたらなと思います。はい、ご覧いただけてますかね。はい、ここにまずトップページ、これスペイン語、ここスペイン語って出てますね。で、メヌーというところをクリックするとこう開いて出てくるので、ここプリメルエキープ、ここで一部トップチームの、メンバー見れます。今回見たいのはティエンダスオフィシアです。こちらがオフィシャルショップになります。クリックしますとこういった画面が出てきますね。はい、でこういった画面出てきましたら、もうこれ新シーズンのユニフォームでかっこいいデザイン出てますね。これアウェイですか、パサードですね。テルセラエキパスイオンになりますね。はい、で黄色、こちらがもちろん皆さんが欲しいホームユニフォーム、欲しいかは分かんないですけど、テルセラもかっこいいと思いますよ。でここ今間違ってクリックしましょう。ここ下の方スクロールしていくとカミセタスオフィシアです、ドスミルベインテベインテウノ、これ2020-21シーズンの新しいオフィシャルシャツということです。ここファーストクリックしましょう。デスデーゴシンクエンタントレスイノベンダなんで 53.9 ユーロから買えますね。結構お得ですね。これでどういう風に見ればいいかというと、まずここ間違えないように、はい、黄色なんで間違いようがないですけど、2021シーズンのファーストプリメラ1アって書いてあるのはプリメラですね。でここ今 53.9 ユーロなんですけど、今から説明する通りエクストラ、ここニングナと最初なっています。これは何も後ろ背中に番号等を入れませんかということなので、エクストラニングナ、ニングナは何もない、いりませんということです。なのでシャツだけ買いたい人いらっしゃれば、シャツは何マーキングなしで買えます、ここニングナでね。でもし久保選手の名前と番号、もしくはご自身の番号と名前入れたい場合、ここを開くと選べます。フガドール、2番目のフガドール、これは実際に所属している選手のマーキングを入れることができます。そうすると値段が変わりました。 68.90 ユーロ値上がりします。 68.90 ユーロで買うことができます。そしてペルソナリス、ここちょっと消えちゃってるんですけど、ペルソナリサーダする場合、これは個人のにする場合はもう1ユーロ上がって 69.9 ユーロになります。で今回は久保選手のを見ていきたいので、フガドールを選びます。で 68.90 ユーロ、ここ確認してください。でタジャというのはサイズになります。最初 6XS というめちゃくちゃ小さいサイズが選択されているんですけど、こんなの子供用ですよね、買えないので、S、M、 日本人だったら M で間違いないと思います。これ私 M、 ちょっと肩余るかなっていうぐらいなんですけど、S と M、 M と L の間ぐらいですか、日本の M と L の間ぐらいだと思ってくれば大丈夫です。私は M を買います。ぴっちりこの選手マネキンみたいにぴっちりの場合は、S でもいいかと思います。でこのカンティダっていうのは数なので、数量を増やしたい場合は2で1、2とやってください。でここアニャディールアルカリート、これでカートに入れるということなんですけど、その前に、どういうものかちょっと一応下見てみましょうか。ここですね、重要なのは Si elige la opción de serigrafía de jugador, jugador al final del pedido en comentarios indíquenos dorsal y nombre del jugador de jugador que desea とあります。つまりここでフガドールを選んだ人は、注文の最後のコメントの部分で、ドルサル、背番号と名前、選手の名前、選手の背番号と名前、欲しい選手の背番号と名前を書いてねって書いてあります。なので、ここで選ぶところはあります。なので、そのままカートに入れます。あれ？っていうか、値段変わりましたねって思いましたよね。はい、そうなんです。ここを見てみましょう。
トタルデルプロダクトス 74.9 ユーロ、そもそも上がってませんか。あ、トタルなんで、そうですね、エンビオトタル30ユーロかかるそうです。30ユーロかかって、インプエストスインクルイドス、これは、税金13ユーロなので、おお、トータルが 104.9、 結構いい値段しますね。はい、で次押しました。で間違いなければプロモーションコードとかあればここからいけますね。でも持ってないので、パサールポルカハ、パサールポルカハで次に進みます。次進むとこういう画面が出ます。でセニョール、セニョーラ、男性はセニョール、女性はセニョーラを選択してください。ノンブレ、アペジードとありますが、ノンブレはご自身のお名前、アペジードスは姓、生命の姓、名字を入れてください。でディレクションでコレオエレクトロニコ、こちらは、メールアドレスを入れてください。でもしあのアカウントを作る場合、オプショナルでアカウント作ることができるので、ここにコントラセーニャ、パスワードを入れるって作ることができます。今回は省かせていただきます。でそうしてコンティヌアールを押すと、ディレクシオネスが出てきます。ディレクシオネスとは何かというと住所です。住所で、これ住所です。そうですね、入れておいたんです。入れておいたんで30ユーロかかるんですね。ここ30ユーロかかるということですね。日本円は30ユーロで送ってくれるそうです。でディレクシオンをここ入れましょう。ちょっと見てみますと、ディレクション、ここに、ご自身の住所、例えば何々町何丁目何の何とか、あとはこのオプショナルっていうところに、例えばアパートであったりマンションの名前なんかを入れておくといいかもしれませんね。でここにコディゴポスタル、コディゴポスタルと書いてあるのは郵便番号を入れましょう。郵便番号を入れます。そしてあとシルダーと書いてあるのは、こちらは、町の名前、市の名前ですね。例えば、横浜市だったら横浜、大阪市だったら大阪、東京23区にお住まいの方は区の名前を入れましょう。でエスタード選ぶと、ここいっぱいバーって出てくるので、東京の方は東京を選びます。でパイスというのは国ですね。ここでハポン、ホタ、J のところにあるのでハポンを選びます。であとは電話番号と、あとヌメロデイデンティフィカティオンフィスカル、これって一応納税者番号ってなっているんですけど、まあパスポート番号とかが一番簡単かなと思います。ちょっと意味合い違うんですけど大丈夫です。でコンティヌアルを押すと、そうするとここにメトドでエンビオとあります。でビジャレアル、エンビオスビジャレアル、ビジャレがそのまま送って、72時間96時間とありますね。72時間から96時間で送ってくれるんですかね。でここにウンコメンタリオを書きましょう。だから久保選手が26番だとしたら、まあ26タケとか書いておけば大丈夫だと思います。あ、そんなに難しく考えなくても、これ番、あの他にこうコメント書くんだったら、背番号はこれ、名前はこれとか書かなきゃいけないんですけど、まあこれで大丈夫です。大丈夫だと思います。でコンティヌアールを押すとパゴと出てくるので、ここにタルヘタでクレディット、これはクレジットカードだったらクレジットカードで、エストイデアクエルド、ここにチェックボタンを押して、あの規約読みましたね、まあ読まれる方いない、実際いないと思いますけど、ここで読みます。でここ全部スディレクションでエントレーガーが、住所、スディレクションでファクトラシオン、これは請求書の住所、まあ決済の時に必要な住所ですね。でこれ30ユーロかかりますよ。で74.90 ユーロがこれはシャツ、ユニフォームの値段ですよ。で全部トータルで 104.9 で、こっからこの画面に、進むと、この画面に進むと、これはもうお分かりですよね。クレジット番号 と、有効期限とセキュリティ番号を入れて、このパガールというところを押すと、まあ、決済できるできないっていうのが出てくるわけです。まあ、ここに関しては右上開くと、あ、日本語もあるんで、まあわからない方はここは日本語でご自身で調べてみてください。はい。それでは
皆さん今ちょっと紹介してみましたけど、まだね久保選手の背番号も確定しない段階、してない段階なんですけど、決まって発表されたら最速で買いたいっていう方、ぜひ今言った方法で購入してみてください。結構早く届くんじゃないかと思います。久保選手のビジャレアルでの活躍待ち遠しいですね、はい、今回は、サッカー初心者にも分かりやすいようにビジャレアルというチーム、そしてホームタウンビラレアルの紹介させていただきました。あとはね、公式ショップでの購入方法なんかも今の通り紹介させていただきましたけど、いかがでしたでしょうか。この動画が少しでもためになった方は高評価ボタンを、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もしていただき、スペインに関して何でも紹介している動画ですので、今後ともよろしくお願いいたします。応援ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、また今度、明日の英語を。